全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。最近よく本を読んでいます。今まで本を読んできませんでした。読むとしたら漫画ですね。でも最近はビジネス書をよく読みます。本の価格は1500円程度ですが、1500円以上の価値があると思っています。本を書くのに著者は出し惜しみなく自分の知識経験を存分に表現してくれます。これがセミナーとなったら1回1万円以上はするでしょう。またセミナーは時間と場所が決められているので、その日に合わせなければいけません。労力がかかりますので、まあいいかと思ってセミナーを受講せずに終わることはよくあります。面倒だなと思ってしまうのですね。でも本は安いですし、自分の好きな時間に読むことができます。そう考えると本ってすごいなって思うんですね。コスパ最高です。私はきっちりしている性格のため、第一章を読み終わるまでは休憩はしないというマイルールを作っています。一章の途中での休憩は気持ち的にしたくないのですね。ある日の夜、今日は第10章まで読んでから寝ようと決めて、ベッドに横になりながら本を読んでいました。がトローントローンと意識がちょいちょい飛ぶんですね。いかんいかん、意識を取り戻すのですが、気がつくとトローントローンとしてしまうのです。そうです、眠気に襲われているのです。絶賛眠気と格闘中です。眠気と格闘してなんとか第10章を読み終えました。本当なら10分程度で読める分量でしたが、気がついたら30分くらいかかっていました。その間しばしば現実と夢の間を行ったり来たりしていました。翌朝第11章から読もうと思ったのですが、第10章の内容を思い出せないのです。そこでもう一度第10章を読んでみたところ、全く内容を覚えていないのです。30分かけて一生懸命読んだのに、これっぽっちも覚えていない。そうなんです、時間の無駄だったんですね。何だったんだあの時間は。でも再度読んでみるとしっかりと頭に入ってきます。不思議ですね。読む人間、読んでいる本は同じなのに、一方では頭に入ってこない、一方では頭に入ってくる。これは自分の能力が低いのではなく、単純に眠いから。そうです、眠気のせいです。これはあなたにも当てはまります。あなたが精神的に辛く不安を抱え、こんな簡単なことのできない自分はダメなんだと思っていることでしょう。でもそれは決してあなたがダメなのではありません。あなたが他の人より劣っているわけでもありません。うつ病といった病気のせいなのです。そう、あなたは何も悪くないのです。自分を責める必要なんて全くないのですね。うつ病という病気のせいであなたは今辛い状況にいるのです。だったらうつ病にしっかりと責任を取ってもらいましょう。そうです、障害年金をしっかりともらってやりましょう。あなたが精神的な症状で日常生活に支障が出ているのなら、障害年金をもらえる可能性があります。あなたが障害年金をもらえるかどうか不安ですよね。その不安は私たちの障害年金の無料判定を受けてもらえればすぐに結果が出ます。5分程度で終わりますので、ぜひ受けてみてください。あなたからのご連絡をお待ちしています。一緒に障害年金という経済的な安心を手に入れましょう。眠い時は無理せず寝た方がいいですね。自分の気持ちに
正直になろうと思いました。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。